個人的な衝撃話。ギフは、ナイスミドル、ロマンスグレー、紳士といった言葉の似合う方。物腰柔らかで、誰に対しても丁寧。義母も穏やかで優しいけど、義父に対して、だけツンデレ。旦那は、その二人の血を色濃く受け継いだのか優しい。数年前の話だけど、結婚式の着物を選びに、義父、義母、旦那、私の四人で行ってきた。義母は、着物の知識が豊富なのでこちらからお願いした。義母伝いに、義父が一緒に行きたがっていると聞き、心よく OK した。何点か試着していく中で、最終的に決まった着物を義父が見たときに、お姫様みたいだね、って、ニコニコと嬉しそうに微笑んだ。まさか、この年になって、そんなことを言われる、なんて思っていなくて。恥ずかしいやら着物に申し訳ないやらで固まっていると。義父は、続けて、トミコさん、義母もね、お姫様のように綺麗だったんだよ、と。自分たちの結婚式の話をしだして。義母が、お父さん。やめて。と終始照れて怒りながら、義父の背中を叩いていた。旦那は、慣れているのか、父さんの言う通り綺麗だよ、と笑っていた。私は、恥ずかしさといたたまれなさでどうしようもなかった。お姫様みたいなんて言われたことがなくて驚いたのと。義父の紳士っぷりと義母の可愛さに衝撃を受けた。旦那はいつも通り口から砂糖を吐いてた。数年経つけどあの日のことは忘れられない。